はい、こんにちは。はい、今日は128漢方処方分析70番、酵素酸の話をします。一行解説は、気の巡りが悪いとき、また魚のアレルギーにもって書いてあります。さて、抗生素薬5つ。抗不死、素葉、陳皮、甘草、生姜です。15分類チャートは機材にだけ該当します。ね。素葉が入ってるから。で、生薬の方向性は、陳皮があるんで、消化器用とわかります。虚実のスコア、該当するもありません。0点。幅広く使える中間って意味。寒熱も該当するものがありません。温めも冷やしもしない。気血水は、抗不死と素葉があるんで、機材だとわかります。まあ、機材のものってこう、いい匂いするんだよね。松田医院に行って百味ダンスを開けて匂い嗅ぐと、抗不死も素葉も結構いい匂いです。腹診も特別な所見はありません。6病位は、なんと、太陽病にね、位置します。これぜひね、太陽病にするんだと。ね。これを見て、ちょっと勉強してください。さて、保険病名。胃腸虚弱で神経質な人の風邪の初期と書いてあります。で、こんな症状にも、蕁麻疹、心身症、中耳炎、胃炎、うつ病、ね。どんな病名にもとか書いてあります。まあ僕は困ったら結構出すんですね。どんな病名にもっていうかね。さあ、ルールからイメージできる典型的患者像。酵素酸は5つの構成主役からなる簡単な作りの漢方薬である。分類チャートからは、抗不死と素葉の存在から機材と分類できる。また、生薬の方向性から陳皮があるので、消化器にも有効と理解できる。虚実スコアは0点となる。中肉中背で広く使用できるといったイメージである。腹部に特別な所見はない。また、抗不死の存在から太陽病となり、舌に特別な所見はなく、脈は表面からすぐに触れて、弱い。不弱。皮膚に触れれば脈が触れる。でも弱い。ってなイメージです。ワンポイントアドバイス。酵素酸は、麻黄を含まない風邪薬として使用頻度が高い。酵素酸がなければ軽視等でもいいですよ。45番。また、うつっぽい状態にも有効で、いろいろな疾患に幅広く使用したしている。プラセボ効果を期待して処方するときにも僕は頻用しています。経皮、物質等気、人参、行為、環境、奥義などの虚実スコアでマイナスとなる所薬は含んでいない。だけども、イメージは華奢っぽいのね。酵素酸は。原点は和剤局方です。さて、浅田総白は何と言ってるか、不都合薬質法関係室でこう言ってます。酵素酸は、機材の中でも即効性がある。よって、男女を問わず、気体で、胸部や真下部が使え、黙々として食欲がなく、動作が鈍く。肋骨休暇が苦しく張って、大細胡湯や小細胡湯などを使用しても、症状がひどくなるものや、水落ちが痛み、昼夜悶絶するように乱れ、天柱糖や写真糖の類の薬でも効果がないまま与えると、意外にも徐行を示す。ね。また、素葉は、食べ物によって生じる、腹満、食積と書いてあります。を和らげる。食中毒や魚による腹痛、喘息には、死素葉を多量にすると、速効がある。と書いたんですね。酵素酸は、僕は困ったら、結構これ出してます。ね。プラセボ効果みたいな気持ちで。ぜひ、風邪の薬。ね、風邪薬しか病名がないんですけども、結構軽いうつ病なんかの人もこれ希望するんですね。その場合にはしょうがなく保険病名は慢性風邪症候群って書いてます。現状切られてません。多分審査の先生がちゃんと保険のことを分かって出してるんだなってことを知ってくれてると思うんですね。大丈夫だ。メッセージです。私たちは保険医です。保険システムを守ります。でもこの人にはこれを使いたいんです。精一杯の病名これです。OK してねって意味です。さあ、6病位のルール、簡単に話します。絶対この本買ってね。まず、これ、和漢の、ツムラの保険適用漢方薬だけに当てはまります。でも、ツムラ以外って20しかないんですからね。ツムラさんだけに当てはまったら十分です。まず、6病位のルール。真武湯と麻黄節最新湯だけが松陰病です。他126は全部ね、松陰病以外なんです。真武湯と麻黄節最新湯があればもう松陰病だとしてください。で、通過します。
通過するのよ。バンって。次が、白虎か人参糖かインチンコウト。または、上気糖は、幼名病です、ね。で、これも結構通過します。と、次にね、苦を血剤。これは実証向けだから、苦を血剤の定義があると、小幼病って言えばいいの。当人、ボタンピ、効果、大王、仙骨の2つ以上含んだら、小幼病って言えばいいです。で、もう一個はね、小幼病とする。一個でも次に示す生薬があったら、小幼病と言えばいいんです。一個でもいいんですよ。西湖、黄蓮、黄金、石膏、チョレ、超糖膏、黄漠、翼異人、母霊、気境、香木、爆問道、陳皮。これが一個でも入ってれば、もうオートマチックに小幼病ってすればいい。太陽病の次の、ちょっとこじれた状態に使う薬って。全部ここに当てはまりそうなのに、だって1個入ってればいいんだから、結構通過します。だ次が、啓示糖を含むか、魔王甲武士括弧も含むと、太陽病になります。で、これを通過して、大王肝臓糖か、芍薬が 5g 以上か、次の1個でも入ってれば、太陰病になります。陶器、人参、滋養、環境、五臭、三層人、奥義、行為。で、これを全部通り過ぎたら、小陽病にまたしてください。ね。この6病位フローチャート、これも結構役に立ちますからね。で、6病位の6個目、血沈病に、血沈病死ぬ寸前なんで、そこに、該当する漢方薬は、128漢方処方の中には、保険適用剤の中には1個もありません。この6病位の分類、これも結構役に立ちますから、ぜひ皆さん、勉強してください。この本買ってくださいね。128漢方処方分析。今日は70番の酵素酸のお話をしました。以上です。